オリンピックの聖火ランナーやりたいです。ええ、頑張ります。走りたい、やりたいです。聖火ランナーなれんの？いや、夢みたいだな。僕も走るよ。聖火ランナーやらしてよ。俺も私も走るよ。やります。聖火ランナーお願いします。その夢、コカ・コーラが叶えます。日本代表聖火ランナー大募集。コカ・コーラでは今、アトランタオリンピック聖火ランナー募集キャンペーンを実施中。あなたも聖火ランナーになれる。私たちも絶対聖火ランナーになりたいよね。うん、なりたいなりたい。オリンピックの聖火持って走れたら一生の思い出になるものね。ところで、一般の人たちも聖火ランナーの日本代表になれるって本当？そう、今コカ・コーラではアメリカ国内の聖火ランナー募集キャンペーンを実施中なの。この聖火リレーはロサンゼルスを出発して42の州を通過し、アトランタに到着するんだって。参加方法は私のオリンピック聖火ランナーという夢と題したエッセイを書いて応募するの。ただし満12歳以上の男女が対象だからね。それをご覧の宛先に応募すれば OK。 なお、アクエリアスでも聖火ランナーの5人分を伴走するレスキューランナーを募集しています。詳しくはこの電話番号にお問い合わせください。皆さんも絶対応募してくださいね。もうすぐオリンピックの開会式のオーディションなの。娘じゃなくて私がオーディションだなんて。そりゃあチャンスよ。普通なら参加すらできないことだもん。緊張しちゃう。でもそれ以上にワクワクしてるわ。私がオーディション受けるなんて二度とないチャンスよ。ダメだったらテレビで見てる。私にもできるって思いながら。すべてのオリンピックファンへ。ミルクトーク。この間友達が言ってました。うちの母、腰は曲がっていないのに背が低くなったのよって。そんなことあるのって思うでしょ。でも本当なんです。それは女性ホルモンの分泌が年を取ると少なくなるため、骨からカルシウムが溶け出し骨が縮むんです。ご存知でしたか。特に女性は閉経後数年間骨の量が急激に減ってしまいます。これを防ぐには骨の減り方を緩やかにするしかありません。閉経後3年から5年の間は定期的に骨密度を測定してみませんか。今は簡単に測定できるんです。骨の減り方を緩やかにするためにはカルシウムをたっぷりとって運動をしてください。ミルクで健康な生活を。もう一人のボス、ボスプラスワン登場。カロリー 63% カット。体に優しいシュガーレスミルクコーヒー、ゼロタイム誕生。この甘さがちょうどいい。ロッテ。あなたの朝食にも足りない栄養があるはずです。そこで朝食のミルクにアルファオレ、あなたの朝の栄養バランスをサポートします。朝の栄養サポート、ネスレアルファオレ新登場。Is a sport. Gatorade. 1-2-3-gari-a 2-2-3-gari-a ミルクコーヒー出たよ。飲んでミルク3-gari-a 3-gari-a おいしいミルクコーヒーだっちゅうの。うましい国、うましい人、うましい時、ネスカフェ。